そう。結局バリだよわ。マゼランのみ。マゼランと、あれ、俺。てか、マゼランしかねえじゃん。マゼラン以外が生きてんじゃん。終わりだよもう。でもラップは持ってないんじゃね？ラップ持ってないよ俺。これは大きいんじゃない？違うか。ラップ違う？ラップみたいな白い紙だけど違う。サベージじゃなかったっけ？ラップ持ってねえぞ俺。だよな。これはでかいんじゃない？ラップ姉さんでかいんじゃない？わかんねえけど、知らんけど。姉さんとって多分よかった。強くなる僕の力。姉さんは愛してくれるよね。ラップなんだって。出ないし。誰が必要かどうかわかんないけど、ラップランドでよかったんじゃね？悪くはない。多分、サベージーとダブルの、二人のあれが、フェルツ、もの。6欲しいけど。あるいは私の得意技を見せてあげる。行きます。
承知した。あなたは私がお守りします。殺すつもりなら殺される覚悟で来い。当たりました。こんなのあんたなんかに負けない。だるいね。一回一回作っていく才能はだるい。超高どうだる。こんなの悲しいです。もういいっすよ。もういいでしょ。もうチェックメイト。悪いけど私の勝ちだ。作戦準備をお願いします。注射薬の用意は整いました。承知しております。目標地点に到着しました。私たちにお任せください。何かを切り捨てでも取ればいい。体勢を立て直してください。残りの敵は私が何とかします。
ロドスに勝利の知らせを持って帰ろうね。了解。え、パンス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 、これなんだよやってんの。配置についた。これなんでやってんの。大手なこれもいいけど、私のやつ。え、ここからは一歩も引かない。私のやつ。これまあ、これなんで大手なんだよ。まあ、これ何、前のやつ。これ前クリアしたとこ、これどう、前クリアしたとこ、これタイムタイムタイム、これおかしくね。これ何のイベントやればいいの。これ何をするの、これそもそもイベント。昔のやつじゃねえこれ。ちょっと待って、これただ昔のやつやってね。昔のやつやってね。おかしくねこれ。期間、期間ドロップの対象ステージで情報データを集め、そういう詩でいいんじゃない。ゆるやなやつで。わかんねえけど、なんか貴重な素材取ればよくね。っていうか3のこの。体調って難しそうだけど、やってみるよ。いつになったら終わるんだろう。戦闘態勢に入ります。私に任せて。ここの中心で頑張ってもらうしかない。柱であり核だ、うちのチームの。うちのチームであり核だ。これ多分釣り抜けるわ。抜けちゃう。やばいんだよ。繁栄か、あるいは滅びか。あなたは私がおま。舞う感覚味わってみない。
着いた。心配しないで。ドクター、ここが僕のホームだよ。オス、あんたなんかに負けない。こんなの悲しいです。承知した。置き場所は弓の人を置いた方がいいんだな。弓の人は。ここは危険すぎるよ。ひとまず引かないと。いや、わかんないけど、多分あるんだ、糸口。ここさえ作れば、砥石が量産できるって。弓だな。世に残るのは勝者だけじゃ。配置に着いた。見てなさい、ここからは私の時間よ。誰一人通すものか。私に任せて。この槍で道を切り開く。私がお守りします。弓が必要だな。想像以上に弓が必要だな。ここってまだよ。まだ努力が足りない。遠距離支援は任せて。命令をください。遂行してみせます。みんな行くわよ。お弱いんだ。見れる間に殺すつもりなら殺される覚悟で来い。ここからは一歩も引かない。
一瞬です。待機中絶対許しません。あなたは私がお守りします。苦しみを忘れたことはありません。迎撃開始。心配しないで。動かないで。ターゲットは誰だ。この一手チェックメイトだ。いい風が吹いているわ。こんなの悲しいです。あなたはとどめよ。ちゃんと直すから。無駄無駄。あなたは私がお守りします。粘り勝てた。よしよし、おれ砥石の量産。よいしょ、よいしょ。来たよ、ほんまに来たよ。何？これで何を取ればいいんだ、このイベントって。そもそもこのイベントの概念がわかんねえんだけど。ん？情報閲覧。操作精度がまずバーグ。27って書いてある。もういいじゃん。できたせろ。何だ。おいしい欲しいからマジや。おいしい。やるわ。意味わかんねえけどマジやるわ。マジ。あのメンテの日にやればいい。これ結構ガッツリやる。どうせ弱いんだ。お前らみんなまとめてかかってくるよ。一瞬で私は一歩も引きません。あなたは私がお守りします。ここが僕のホームだよ。心配しないで。この槍で道を切り開く。
心配しないで。走行を下す。みんなを助ける。警戒は怠らないわ。あなたは私がお守りします。とどめよ。みんな一歩も引かないよ。Mission accomplished。医療班は現地にて感染者の組織採取を行い、当エリアの感染サンプルとしてください。PR15 もちょっと後で YouTube とかで見てみよう。どうやってクリアするんだこのトレーニングの15が。さっぱりわかんねえんだけど。みんなが一緒なら大丈夫だよ。どうせ弱いんだ。お前らみんなまとめてかかってくるよ。やっぱり星シグマが全ての要だからな、全て。そして、みんなはね、存在を軽視しているこの、医療の6という、スペシャリストである。医療6であるスペシャリストの方だよ。みんなはね、存在を軽視してるけど、俺は今この人しかいない。キーだよ、キー。チームの要の2人だよ。守備の要。
が大きいと部屋に入るのも一苦労だな。この部屋まずい、人を眠りに誘うデザインだ。体が大きいと部屋に入るのも一苦労だな。あれ、赤い影が一瞬見えた気がする。こういう狭い部屋はやはり慣れないわ。これでいい。ここの巡回を任せていただけますか。巨人の国に来た。なんだかお家に帰ってきたみたい。ここで低確率なんだから取ればいいじゃん。みんな行くわよ。ターゲットを捕捉、突撃。誰一人通すものか。貫く。そうと申すから。いい風が吹いているわ。心配しないで。風よ。もう。おもしかないよ。Mission accomplished.敵を殲滅、干渉する。争いは避けられないもの。一緒に遊ぼう。
通すものか。私がお守りします。ここが僕のホームだよ。あなたは私がお守りします。戦うからには白黒つけさせてもらうよ。平行に心配しないで。この一手チェックメイトだ。ちゃんと直すから。警戒は怠らないわ。あなたは私がお守りします。風よ、ちゃんと直す。思いつかないよ。みんなの努力の成果だから、ドクターも認めてくれるよね。おし、トイシ。何個？一個しかないってことでしょ、俺も。一応取ってないマンなの。一個しか取ってないマンなの。と言って、砥石1個しか取ってないマンなの、俺。イベントの時に取った砥石は砥石じゃないの、あれ。もはやわかんねえんだけど。上級トイシとトイシ、みんな、敵が来ますよ。
私たちにお任せください。クリアしたね。やっと壁越えたね。皆さんが無事であることが私にとって一番の励ましになります。なるほど、倫理か。倫理壁を分かりました。しばし待たれ。この作戦の行く末を占おう。やっと呪いが解けたわ。やっと分からなかったが、謎は解けた。そういうことか。上倒して下に行けばよかったんだな。この戦
もオリジニウムのせいなの。配置についた。もう引かない。敵のこれ。私に任せて。地上でしか戦えないなんて思ったら大間違いだよ。一瞬です。私の得意技を見せてあげる。集中。カードを引くがよい。こんなの悲しいです。わかりました。心配しないで。任せて。おっしゃ。皆さん素晴らしい戦いぶりでした。ドクターも褒めてほしい。まあ戻ってからにしてね。残念だ。苦しみ抜いて分からなかったこそレベルが上がって、メンスで勝つチームだ。攻撃で勝つチームじゃない。チーム5ってのはもうそこなんだ。争いは避けられないもの。もう君たちの好き勝手にはさせない。ここからは一歩も引かない。了解。
一瞬です。こんなの悲しいです。抹殺する。悪いな、完全に封じられるぜ。余裕のよ。こんなの悲しいです。あいつ。ミラリット。ほい。よーい、ドン。あいつ。行きます。苦しみは忘れたことはありません。うん、赤い粒。心配しないで。はい、ちょっと弓必要かな。弓が必要。弓役。カードを引くがよい。あなたは私がお守りします。まあ、ないだろう、いいんだけど、勝ったには勝ったけどってやるな。いや、必要だね。弓っていうか、ドワフです。あ、私がお守りします。回復薬入れるとかどうにかしない。ダメだったね。今戦場に戻ってもここではもう誰も救われません。もうしょ。これなんだ。なんだこれ。あれみたい。今回復を入れてなかったことがどうするでしょ。
ストーリーはこれ一体いくつあるんだろう。3番で。いいんだけど。別に最適格は必要ないので、最適なあれはいらないんで、ちょぶっちゃけで言う。とりあえず自分のペースで行った方がいいが、ストーリーも進めながら行った方がこれはいいか、そうださそうだなって判断。まずストーリー進めながらちょっとあれ集めた方がいいのかな、それとも3よりは4の方が取りやすいのかな、これがわかんねえんだけど、取りやすいんだったらいいんだけど、3000っていうので遠隔ってや人は5なのかい。電影か戦法だったらうち助かんだけどな、あまりにも弱すぎっからな。攻撃部隊は弱いんだよ、もううちの部隊は弓も含めてもう最強じゃないんだよ。もうあり合わせでなんとかカバーしてる。ディフェンスの部隊なんでのチームは。突撃開始。入ります。押す。ここからは一歩も引かない。私に任せて。よーい、一瞬です。心配しないで。承知した。心配しないで。無情の格よ。ターゲットは誰だ。人足を止める。
冷静に。あなたは私がお守りします。体が重く感じてきた。心配しないで。慌てないで。あなたは私がお守りします。うむ、無情の格言。心配しないで。迎撃開始。あなたは私がお守りします。忘れたこと。あなたの考えはお見通しですよ。心配しないで。用意、破壊する。わらわの出番。戦車よ、空を駆けよ。指示を。この一手チェックメイトだ。心配しない。ディフェンスするか。今攻撃では勝てない。あり合わせの4、5を使うしかない。勝つ。あ、3番ってどれぐらいなんだろう。3章12とかなんだろうな。これどうせ多分これ特にイベントのあれを回せってやつじゃないから、ストーリーの中で好きなとこ回しながらあれ取りなさいってやつだと思う。ストーリーも進めた方がいい。
ストーリーがただ進む。あ、やっと壁打ち破ったから。特殊な条件のやつはクリアできないが、普通のストーリーならクリアできる。みんなの努力の成果だから、ドクターも認めてくれるよね。しかも、ダメ。攻撃型チームじゃないから。進むしかねえだろ。ある分だけどね。よくでか。これしかない。メンバー構成がそうなんだが、派手さは全然ゼロだ、ゼロだけど。地味だけど。硬く勝つ。守って勝つ。いつもそう。モンハンでもそう。鉄壁のディフェンスの攻撃回復を使い、圧倒的な勝率を叩き出す。時間はかかっても勝つ。
同じだ。ディフェンス力で勝つ。みんなが一緒なら大丈夫だよ。何これ、ちょい何、雪嵐のごとく戦場で吹雪いてみせよう。戦闘態勢に入ります。走ろう。あなたは私がお守りします。承知した。苦しみは忘れたことはありません。あなたは私がお守りします。こいつは私の獲物よ。苦しみは忘れたことはありません。
ターゲットは誰だ。三つ。お前を貫く。これしかもう手はない。もう勝ちパターンはもうこれしかない。攻撃で圧倒するチームじゃない。苦しい戦いをしのいで勝つ。よし。じゃあ、どんな対象を語っても。やっと、あそこのトレーニングが、うわ、役が謎が解けたわ。本来あそこで詰まってなかったら、もう、昔にストーリー進めてんだけど。ロマンシングね、あれね、前までだったらずっとひたすらやってんだけどね、もうロマンシングはいらないっていうふうに割り切れたらね、うん、だからね、ヒロちゃんのアカウントにね、天井まで食らわせてジュエルをなくさせたってことはね、もうね、大が始まってるってこと。今までだったらロマンシングひたすら必死でやったかもしれないけどね、もうロマンシングいいわと思ったらね、別にね、アークナイツに時間割いてもいいわけだし、ヒロサツに割いてもいいわけだし、他のゲームに避けるっていう。それは回さなくてもいいかなっていう。いや、でもね、今日の場合はこっちの方のは多分ストーリー進めながらやった方がいいという判断だね。一緒に。あの5でいいんだよね、これ。3の5、3の6、3の8まであんのこれ。大丈夫でしょ。うん、大丈夫でしょ。ちょっとこの3枚が、もう、レベルをね、あそこで詰まったために、レベルを見やたらに上げといたからね。詰まったことが幸いしたわ。軍団も4から5の人たちを使えるようになったし、
前衛か先方か5の人得する人って5の人でいいんだよな。分かろうが何だろうがうちのチームに必要だっつうのよ。本当に前誰だったか知らないけどチャットでこのキャラ弱いってふざけんなと思ったわ。グラに弱いってふざけんなと思ったわ。俺のメンバー構成見てお前言ってんのかと思ったわ。もう本当自分はレベル6持ってます、知らねえわと思ったわ。本当にもう何言ってんだこいつだと思ったもん。はい、うん、俺のメンバー構成見て言ってるかって話なんだけど、俺のメンバー構成見たらどう考えてもいねえわっていう話で、先方にていいのか、先方としてはいないわっつう話で、あれこのイベントでもらった子以外はいないわっていうぐらいのボロボロだったのに、ほんと6持ってるからって知らんわっつう、チーム構成としてどう考えても必要だろうっていう。今回の男の人は何だろう、先方前衛前衛前方があのあれだよな、普通にあのコスト稼ぐ人らしいだよな。お メンバー構成見なきゃいけないが、遠隔って何者だ、どっちだ、先方サベジとかラップランド系の方の分類、グラニ系、みんなの努力の成果だから、どっちでも多分無事な戦力になるはず。よいしょよいしょ、まあもうめんどくせえからな、めんどくせえから、まあ3章やっと飛び越えるやっと4章に行けるかこれ。うん、トレーニングがなくなってよかったわ。3-6、3-7、3-8。気がする。こういうようなイベント的なストーリーが入ってるのが3つかと。汚いやつが3つか4つ？あれだな、いやーもういねえわ。
見ながらやれば。ネザーあんまり、でも15、15、15使っていけば多分、通り、だから4勝いって、いや、今日3勝やるっても時間かかっちゃうな。アースウィットでいい。こういう人がそういう貴重なところに戦った方がいいな。ただ、加工所の行動を開始する。はいはいはい。こっちはよくわかんない。いつになったら終わるんだろう。走ろう。行きます。さすがに詰まってきたからよかったわ。なら俺こんな一瞬です。これは無理でしょ。あったよ。考えさせられたから。それでまた詰まってくるなら、まあね、借りるわ。おすすめ？この子使った。強いのかどうかわかんないけど。テンポ？テンポうまく使ってるやり方で勝ってねえからわかんないけど使ってやるぜ。ウルボコ食らいそうだが。新キャラは強いのかどうか試す。ちゃんと面白い戦いにしてくれるかな？みんな一緒に遊ぼう。配置についた。戦闘態勢に入ります。
繁栄か、あるいは滅びか。ザン、あなたは私がお守りします。検知ってなったためにあるんだから、よし、私に任せて、戻れるぞ、よし、おい、行くぞ、帰れるぜ。鉄砲をお借りして帰ってますね。ザン、もうプライドを花見してくれます。助ける、使わんでも勝つね。どうだ。あ、マジ。痛みない気持ち、大丈夫だ、勝てる、信じ続けながらね、腐らずに DR15 で詰まってもね、腐らずにレベルを上げ続ける、穴開く時がやってきた。
よいしょ。ストーリーを進めたいね。あ、そうだ。教会球児に戻っちゃいますか。時がやってくるが、早くあっちのいろいろ編めないとダメか。材料欲しいぜ。あれ、もう終わったの？楽勝楽勝。だいたい15くらいしか。原則って違った気がするんだけどな。原則は違った気がする。呼びたい。 A6 の隊長王毅。やべえよな。呼びたい。 A6 の隊長。力愛してくれるよね。みんな
先方だが前衛だが前衛だが私はこの子で踏ん張ってたあの頃があって目標地点に到着しました。大体バットの子になったけどこの子で踏ん張ってたよ私は。おシグマでよかったんだよ多分これ。いやまだなんてわけわかんないその時の運命だよ。しし俺結局おシグマでよかったんだよこれ多分結論を言うと。各自配置につけ。で二のままだとなんかよくわかんないアンジェリーナとか。もう一人ね回復役のね屈強の回復役だがあまりにも時代を先取りすぎて。うん、他の方がもう一人の方がもう一人の方がもてはやされてる。多分いつか時代がシャイニングが追いつく日がやってくる。もう一人の方がなんかいいって言われてるらしいな。そこじゃねえ。範囲回復ができる。そこじゃねえ。もう適してる。絶対にホシグマとリンクして適してることはもう分かりきってるじゃん、人が。時代を先取りすぎてるけど、俺にとってはもう要だからもう。もう、と要だよ。もう、範囲回復なんかマジでいらんわ。ホシグマを中心で据えれば、シャイニングが生きる。マジでいい。あれこっちの方がレア出んだけど、マジレア出んだけど、でもストーリー進むよ結構。後で進めっか、嘘でしょ。まあスタミナがなくなるまで明日で3章はクリアでいいんじゃない。行きますよ。了解。ここからは一歩も引かない。苦しみやりからね。シャイニングが乗ることによって超強力なディフェンスが可能になる。あとはアンジェリーナは多分3段階にした方がいいだろう。即2段階のままだとよくわかんねえ。1段階なら攻撃をしてないんだけど、攻撃を溜まった時にはすごい攻撃をするんだが、間があるんだよな。してるんだかしてないんだかよくわかんない間があるんだよな多分。あれが多分生まれ変われんだよな多分。敵が来ます。皆さん、戦闘の準備をしてください。ああ、追放でいいんじゃねえ。アップランドさんだよ。もうマジで。前衛、前方か前衛をね、うまく戦う。踏み込んでやるスタイルじゃねえからな。ポンポン。貫く。プレイしたい。そもそもそうやな、先方。最近前衛とかでうまく。あ、先方か。先方とかでうまく。最近ね、使わなきゃならないって。わかりつつ。D ランクでも使わざるを得ないって。弱さ。D と A の違い、わからない。貫く。いきます。5の人かな。5でも6でも足りないポジの6が欲しいんだけど、180貯めて早く誰か買うかな。それで年に1回は買えるだろうか。おいおいおい、出てないのかい、出てないのかい。 いいんだけどさ、一気に今日はストーリー進める気はないからいいんだけどさ。行動開始します。みんなを守る。誰一人通すものか。ここです。ここで200回戦いってことなんでいいんだよね多分。イベントでイベントってか大体15くらいしか取れないってこと。安全ためであの取ればいいってことでいいんだよ。私たちにお任せください。配置についた。
前衛、なんでいいの前衛で、あのハイブの男の人、あれ前衛でいいのかな、動画があんな戦闘態勢に入ります。前衛でいいのか、私の仲間を傷つけた最強キャラ何人前の動画でもいいの、これもぶっちゃけ言うとないの取れんの。そんなに露骨に他のゲームと違ってこれがなければ無理っていう感じではなさそうだから、このゲームはいいんだけど、うん、露骨にこの飛び抜けた6がなければもう無理です、クリア無理です、もうあのどこかのゲームさんと違うからね、緑の髪の人ね、なんかクリアがしづらいとかっていうのがあったらもうやる気ねえから。でもおかげで目が覚めた、うん、それになくてもクリアできるかもしれないけど、それに使う労力がもったいなさすぎる、うん、宝石メダルとジュエルのたかがそれだけのために、うん、目の前で仲間が傷つけられること、という俺の割り切ったらもう割り切ったら幸せな道が待っていた、割り切る諦めること、ある意味行動開始します。了解、ここからは一歩も引かない、目標地点に到着しました、しました。私の得意技を見せてあげる。各自配置につけ。走ろう。こちらに火がきます。皆さん準備してください。あれをない人があればいいよな。本当にない人があれば。ないところのポジションのロックとかの最強クラスが手に入ったらでかいんだよな。戦い方変わるんだよな、ガラッと。攻撃的なね、先方前衛損益でもいいんだけど、うん、その辺だね、あるところのポジはいらねえんだよな、そんなに無理して。まずまんべんなくそれぞれ欲しいなっていう、あ、特殊は置いといてもいいけど、特殊は置いといて残りのポジションだよな。作戦目標予定通り完遂しました。はい、出なかった出なかった、ごめん、弾出すか、またす、金がないパターンっすか、おかえりドクター、お大事だ、ああちょっとなくて、まあ、スワイヤーってのも5じゃん。マクロワッサンも第3あれで作っても一応いいっちゃいいけど、余裕があったら第3あれで、まあ余裕があってからだね。スワイヤーも第3あれ、速攻で、あの、遠隔っていう人が来ると思うんだけど、速攻で来るから、いいんじゃねえ。まあ4の人、いや、いらんけど。この方を作っときゃいいんじゃねえもしけど、こっちが強いのかな、よくわかんねえ。ラップランドとこの子、こっちが強いかよくわかんねえや。ランドさんの方だから、このスパイヤーってゴジャびっくりしたわ。もうまあね、ストーリーね、けど今日はいいんじゃん、明日でいいんじゃね、あれ
金稼ぐ。あれは無理だからこれをこれやってればいいんじゃね、先方取ってればいいんじゃね。今日はもう残ったこれだよ、ありったけ。これ進めるのも疲れた。そんなに一気にどんどん進めても、うん、疲れるわ。ちょっとずつでいいわ。あの、私が留守の間はくれぐれも身の安全にお気をつけください。みんな、私に続け。誰一人通すものか。ミラリーと戦うからには白黒つけさせてもらうよ。絶対許す。私の得意技を見せてあげる。来い。君たちの好き勝手にはさせない。わかりました。貫く。そこに立つべきじゃなかったわね。了解。ゲームオーバー。みんな私に続け。こいつは私の獲物よ。皆さんが私のことを信じてくれてますから。ミッションアカンプリッシュ。すべての敵を排除したわ。まずこれね、もうないからね、どうせ待ってね、やった方ってことはね、これね、戦ってあれを取るっていう大事だからね。ってなったけど、今度は6でも1周使わなきゃいけない。また1週間経ったらあそこのところでやろう。あの元気玉だかなんだかためよう。配置についた。貫く。ここからは一歩も引かない。貫く。動かないで。敵はどこ。貫く。来いよ。今度こそ自分の力を証明してみせます。了解しました。みんな私埋もれろ。ゲームオーバー。あれを取るためには、みんな私に続け。これはどこも取れるか取れるんだ。私が怖いですか。ミッションアカンプリッシュ。アンジェリーナからやった方がいいのか。自分の力です。なんでこっちばっかり。皆さんを守れましたか。待って、内側ね、よく見たらだね。ちゃったじゃん。で、なんという時間だろう。どうそう。あ、いや、明日もやればいい。明日、こう、まったりし、疲れ切ったらこっちやって、先方の人の、先方が多分、皆さん、前衛だ。前衛のやつが、平和にするために、前衛が、目標地点に到着しました。この人ですらいらんっていう時代になってきてるってことは、メンバーが増えてきてるからね。でも核になる人欲しいね。チームとしてね、どうしてもここの工事が欲しいっていう人がいれば、また違った戦い方ができるからね。私の得意技を見せてあげる。
前方染め術師この辺だな。配置についた。殺すつもりなら殺される覚悟で来い。行きます。犯人やっかっ。できる限りやります。地上でしか戦えないなんて思ったら大間違いだよ。貫く。この辺でロマンシングに映らねえと、映らねばならぬからね。さすがにね、こればっかりやってらんねえわ。あのイベントの期間っていつまでよ。これ1週間の間だけ。これそんなトラップだな。これトラップはな。目の前で仲間が傷つけられることだけは我慢ならない。こっちか。ここでない。どうしよう。出てる。おかえり、ドクター。やばいぐらい高いわ。イベントはまでやんで、あ、取れるかじゃねえのかよ、これよ。なんとかコンプリート。約41日でこれやればなんとか。変化か。やほうがいいだろ、これ。どう考えてもこれ。工夫していかないときつい。6000はまあほぼほぼ溜まるから次のおいってか、かぶってないやつ、かぶってないでは、アンジェリーナとシャイニングと星グマがいねっていうのをで回さないと多分ダメだね。その中で多分このポジション足りねえなとか思うようなところをやるって的な感じで、ちゃんと計画的にやらないときついと思う。
あ、そうだ。あの、あれだ、見たかったのは。バンジュリーナの詐欺ではないかなと。これは結構取ったのか。あのフレが取った。これは、冬のあれ、あれを取った。あのフレイクさんは何くらいになる？フレイク4つ。めんどくせえ。ナノフレイク4つ。金はなんとか時間かければ取れるんだが。ナノフレイク。上級闘炎っていうのを取ってんだな、俺な。多分アンジュリーナは多分3にならないと本能、真の力が発揮できないタイプじゃねえか、これ。2番ってなんか攻撃してるような攻撃してないような。火の麦って、で攻撃してたのに、2の時はなんかずっと溜めて、わかんない。くなっているっていう。上級トーネントやらがあるんだったら、逆に裏を返せば、この子、あのフレイク。あ、こう場で見てみよう、あのフレイクって。行くのか。配置しなきゃ。わあ、ここ広いね。よかった。A4 何これし。で加工状態。だけどさ。あ、書いてある書いてある。なんだこれ。コール、合成コールとなんかあれだな。上級装置じゃん。なんか上級装置自体、砥石となんかですよ。なんだ。ほら、砥石が1個しかない音じゃん、俺。上級でいいのか、これ。上級だな。上級ってなんて構成コール。あ、こう、普通のコールはあるんだ。あはは。で、あ、8個作ればいいんだ。この素材とこの素材で。ん？中級の岩でいいのこれ。なんか違わね。なんか岩っぽくねえんだ。上級透明？嘘でしょ。なんか、上級透明みたいな。一回二回。上級透明だ。多分中級桃園。中級桃園にしては、あ、中級桃園だ。中級桃園と、このなんか RMA なんたか、なんたかって、このなんか隕石かなんか知ってるみたいな感じっぽいんだけど。上級合成コールのあれを取ってたんだ。砥石は取ってないんだ。だから今回のあそこの砥石のステージって結構回った方が俺マジでいいんだ。これの場合。岩みてえなんだよな、これな。あ、中級の岩か。あ、岩は作れる。中級のやつは作れるから別に問題がないんだけど。コールは結局、コールとこの、なんだこれ。ん？なんだこれ。中級装置？救急装置でいいのこれ。救急装置なんて簡単に作れんじゃん、こんなもん。ホールじゃん、問題なのは。ホールとか、この、運が良いことに上級コールは5個作れるってことが、あの変な素材があるから。ただ、この素材が実は、8個必要なんだな。だから3個投げるダメなんだな、これ。R。合成コールだけは鬼のように取ったから。2の10とかで素材を 取らないでいい。合成確率。4の9でもいいけど。ああ、だからやっぱやっててよかったんだ。飽きたらあそこの砥石とかやっていいんだ。お
ドクター、終わってない仕事がたくさんありますから、まだ休んじゃダメですよ。帰るな。あの子は帰るだからもういいだ。やった。ロマンシングの片手間に出るから、アンジェリーナのためにか。